ポール・ロビンソンは、イングランド、イースト・ライディング・オブ、ヨークシャー州ビバリー出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。リーズ・ユナイテッド・ AFC のアカデミーを経て1998年に、プロデビューを果たす。2003から2004シーズンには、スー・インドン・タウン・ FC 戦で、GK ながら、ヘディングでプロ初ゴールを挙げた。 しかしリーズ所属時には元イングランド代表のナイジェル・マーティンの影に隠れ、コンスタントに試合に出ることができなかった。ところが2004年にトッテナム・ホットスパー FC に移籍すると才能が一気に開花。その活躍によりマンチェスター・ユナイテッド FC から高額のオファーを受けていたがトッテナムと契約延長した。デビッド・シーマン現役時は 第 3GK に甘んじていたものの、シーマン引退後は抜群の反応力と、セービング能力、安定感が評価され2006年には、イングランド代表において、リビット・ジェームスを追いやり聖 GK の座を獲得。ドイツワールドカップでは全試合フル出場を果たし、ベスト8進出に貢献した。2008年、トッテナムは PSV、アイントホーフェンからブラジル代表のエウレリオダシは、ゴメスを獲得。 ロビンソンは構想外となり、出場機会を求めて7月25日に、ブラッド・フリーデルの後釜として、ブラックバーン・ローバーズ FC に移籍した。ブラックバーン移籍後は再び成人系として活躍している。南アフリカ W 杯では代表に選ばれなかった。2010年8月8日に、ハンガリー代表との親善試合のメンバーに選出されたが、 出場を辞退し代表引退を表明した。ありがとうございます。